ワン、ツー、サン、シー。デンデレンデレンデレン。シンプル簡単バージョンやっていました。いやーもう沖縄に行きたいですね。あののんびりした、もうあの沖縄のこのね、あの感じがすごく出てるね、もう最高の曲です。もうテンションが上がっちゃって、もう今すぐビール飲みたくなりますけどね。はい。皆さんもどうだったでしょうか？気持ちがいいですよね、これ。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ちょっとガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番ですね。2番をね、で私全部やってみたいなという方もしいらっしゃったら、1番のコード進行と全く一緒ですので、こう書き足して、コード書いて、2番の箇所書き足して、オリジナルの楽譜を作ってやってみてください。そして今やったシンプル簡単バージョン、ガズと一緒に YouTube でまずね、一緒に合わせてやってみてください。コードは結構簡単ですけど、なかなかね、次から次へと曲展開してくるんで、なかなかね、面白いと思いますよ。はい。それがまずファーストステップのゴールですね。YouTube 動画と合わせてできるようになった方、まずは第一歩おめでとうございます。はい。じゃあ、その次に行きましょう。できた方。その次はですね、やっぱりご自身一人っきりで演奏してみるのをおすすめします。ガズレレ YouTube と一緒じゃなくて、今度は自分だけで歌
歌ってみる。一人っきりで歌って、リズムをこう、ビートを生み出して、コードを響きを加える。音楽を一人でやってみる。これがね、もう最高に気持ちいいんで、ぜひチャレンジしてみてください。最初のうちはでも楽譜がやっぱりあった方がいいですよね。いずれ覚えちゃいたい曲ですけど、じゃあ楽譜を見てちょっと練習しようと思うと思うんですけど、その楽譜ってどうやってゲットすればいいんですかということになると思うんですけど。ですね、今見てください、これ。このノート見てください、これね。今これガス書いて、これを見ながら今演奏したんですよ。もうちょっとしたらこのノートを画面に映して、こんな感じで書くのどうですかっていうふうにシェアしようと思うんですけど、今めちゃ便利なサービス。これが始まってます。ガズークラブ。このガズークラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のおじい自慢のオリーブオンビールの楽譜を含む、ガズが今まで手で書きまくってきたもうノート楽譜、山ほどの中から、毎月5曲、皆さんのいいな、やってみたいな、面白そうだなと思う曲をダウンロードしていただいて、すぐに練習できるという画期的なサービスでございます。でね、このねガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとかいろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこうお勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージはこう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックな、ね、お勉強するスタイルなので、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っておきますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。2021改訂版のおじい自慢のオリオンビールビギンでございます。はい。これ見てください。イントロ。なんだかヘンテコなの書いてありますけど、これはイントロのメロディーなんです。これね、かっこいいバージョンでこの弾き方します。後で解説していきますということで覚えておいてください。で、シンプル簡単バージョンはこの上の段のコード進行を、2回繰り返して歌に入っていきましたということでございます。最後こう伸ばしてたね、シンプル簡単バージョン。はい。じゃあちょっと見ていきましょう。はい。こんな感じですね。で、ここ下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるちょっと案内なんで、今のシンプル簡単バージョンはあまり気にしなくていいです。後半はここリズムがどんどん変わっていくということでご案内してます。はい、じゃあこれパッと映しとくんで一時停止でメモっていただくか、あとね、デモ演奏動画のテロップを一時停止してメモっていただくか、先ほど紹介させていただいた、ガズクラブでこのノートそのもののデータをねダウンロードしていただくのもいいと思うんですけど、とにかく楽譜用意しましょう。はい、じゃあ一時停止で書いていってください。はい、どんどん映していきます。はい、ちょっとここ見づらいんですけど、ここね解説させてください。じゃあちょっと曲のね流れを、構成を紹介させてください。1番やって2番やってサビやりますね。サビ見て、こういう風にやって、こういう風に来たら、ここ来たら、ここまで来たら、ここに注目。丸1、丸3、丸2って書いてあります。つまりね、このサビって3回あるんですよ。で、一番最初に来た1の時は、ここ言いやすさとにこういう風に流れていきます。そして、1番をこういう風にやって、ブリッジパート、こう、おとなしくなると。そしてまたサビに戻りますね。で、サビに戻ったら、今度2回目に来るから、この、今度2番のところ、ここ。ここは、C で一回ブロック繋いで、もう一回サビ繰り返します。そしたらもう一回サビ来るでしょ。そしたら3回目になったらまたこっちに来てこのパターンになりますよということですね。で、3回目来たら今度ラストに行きます。はい。これがね、盛り上がるやつ。新築祝いであり乾杯。入学祝いで、これ何でもいいんですよ。結婚祝いでも何でもいい。もうそれこそゴールデンウィーク祝いでもいいし、なんだ、夏休み祝いでもいいし、何でも、ここはもう皆さんご自分で。ここはもうあえてガズレレ仲間でとかいろいろ書いちゃってますけど、まあこんな風にアレンジするのがいいと思います。これが、ガズレレ流のおじい自慢のオリオンビールの、正体でございました。はい。これ嬉しいことに見て、出てくるコード5個なんですよ。言っていきます。C と F と Dm と G7 と Em7。たった5つで、このテンション上がっちゃうオリオンビールの歌が歌えますよ、皆さん。やったー。一応ちょっと今日紹介させていただきたいのは、この5つのコードは、もう入門コードのグループの中のメンバーで安心してほしいやつなんですけど、その入門コード紹介させてください。これです。
バズれる日すごい。私がめちゃくちゃ分かりやすく頭にスイスイ入って覚えられちゃう動画を撮ってます。ここにリンク貼っとくんで、まあ、10個ね、遅から早からこのバズれる日すごいと覚えてください。今日はそのうちの5つですからね。5つ、これはでも簡単ですから、ぜひこのシンプル簡単バージョンからでいいんで、まずゆっくりやって、ものにしていきます。で、今のシンプル簡単バージョンも、ちょっとテロップの中にたまにこう、伸ばすだとか、ダーダーとかそういうの書いてあって、それをちょっと意識していただいて、簡単バージョンなんだけど、ちょっと弾き方もね、ちょっとコントロールしてみるのもいいかなということでできると思いますね。はい、ちょっとそれもやってみてください。はい、じゃあそしたらかっこいいバージョンの解説に入っていきます。いつもこのタイミングで私が伝えたいのはやっぱり歌の確認です。今の4つ弾きバージョンで、やっぱり歌をしっかり、あの雰囲気出るように、言葉のタイミング結構面白いっていうか深いですよ。じっくりやってみようと思うと。よーく聞いて、あの緩いタイミングなんだけど、やっぱりかっこいいところに言葉がこうスコンスコンと入ってくる。そのちょっとグルーブ、言葉のグルーブもちょっと感じながら、歌をあのマスターしてかっこいいバージョンのリズムが、こうビートが効いたリズムが、ね、やっぱキーポイントになると思うかっこいいバージョンに練習入っていきましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはコード進行まるっきり一緒。なんだけど、今度ワンブロックにコードが4つ入ってきたりとか、いろいろちょっとね、展開があるんで、徐々に解説していくことにします。じゃあね、まず弾き方なんですけどね、一応今日ね、書いてみたら山盛りだった。はい、こんな感じ、ドン。まず基本は、アイランドビート。はい、その次、8ビートのチャ。あと、アルペジオとカッティング。4つもあるなぁ、みたいな感じですけど、一応これが基本になってます。この4つのリズムの弾き方解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそのリンク先にアップロードされておりますので、じっくり取り組んでみてください。今日パッと見るとですね、やっぱね、キーポイントとなるリズムが、アイランドビートというリズム。どういうリズムかやってます。どんだっけ、チャッカタ。このアイランドビート、まさにこのビギンのこの沖縄アイランドの感じに、まあレゲエっぽいというかね、裏にアクセントがある、すごく印象的なリズムだと思うんですけど、これね、比較的このリズムって思ったより簡単だよっていうことを、このアイランドビートの先ほど紹介したリズムいろいろの中でも言ってるんですけど、8ビートを2つ弾いてるっていうふうに考えてもらうっていうのがね、私のアイデアでございまして、その動画ちょっとしっかり見てもらいたいんですけど、今回問題なのがちょっとコード進行を見てください。A メロの一番最初、シマートつくもの何でも好きでのところ、ワンブロックコードが2個、例えばここだったら C 行って G7 と C じゃないですか。この G7 と C のところ、このアイランドビートでどうやって弾こうかということなんですけど、ちょっと見ててくださいね。シマートつくもの何でも好きで。わかった？じゃんじゃじゃん、カッチャチャじゃじゃんじゃじゃ。コードが変わるときの C の、要は一番最後の C の頭のところでもチャッとやって、次にちょっと C が鳴ってればいいっていう風な感じでいいと思います。ちょっと A メロをちょっと全部やってますね。シマートつくもの何でも好き。酒にまっすぐ通りまで、ただだ。こんな感じでやると、このアイランドビートのビートが揺れずに、よれずにね、できるからいいかなと思います。これワンブロック2個でも構わずチャーを入れて、アップでその後ろのコードがちょっと鳴るということでいいと思いますね。ちょっとやってみてください。じゃあこの流れでね、もうどんどん説明していっちゃおうと思うんですけど、その後、どん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 、盛り上がっていく感じで、盛り上がって、要はサビになるところでは8ビートのチャだったり、その A メロの間奏のところも、ダンダ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 ダン、ここは8ビートのチャだったり、いろいろ混ざってくるんですよ、リズムが。で、テロップに一応正し書き入れとくんで、ちょっとそれを見ながら何回かこう練習してもらって、リズムの切り替え、結構ポイントになると思いますんで、やってみましょう。そしてですね、まあワンブロック4つに入るところは、デン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 、C みたいな感じで、リズミカルにこのワンブロック4つも弾いていただくと。そして、サビに入る前に、ワンフレーズ。これがちょっとかっこいいんで、ね、ちょっとやってますね。では、2番の A メロの一番最後、夜から応援して奥さから言ってみてください。夜から応援して奥さ。あ、それ。で、ここ。三つ星が、今のフレーズ分かりました？C のワンブロックなんですけど、このテロップにも書いてあるように、C って1弦の3フレットでしょ。33001122って1弦だけ。はい。三つ星が、でんで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 、こういうフレーズを入れたいということです。あ、ちょっとこれ言い忘れてましたね。今日ね、この曲って、リズムがね、チャッチャ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 、跳ねてる。シャッフルのリズムですから、ちょっと言い忘れてました。てっかたっかたっかたっか、だから、アイランドビートも、ダン、ダッカ、チャッカ、タッカ、ダン、ダッカ、チャッカ、タッカ。はい。8ビートのチャも、ダン、ダッカ、ツッ、チャッカ、ダン、ダッカ、ツッ。跳ねてるリズム。これちょっと言い忘れてましたね。これ結構大事です。そ
そのリズムの中でこのフレーズ、でん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 で、あ、それ、三つ星、かざしでと入っていきます。はい。で、全部開放弦のまま、一弦の3012、こう、フレーズで弾いていくということが入ってきます。ここのフレーズは途中のね、ブリッジが終わった後でも、はい、出てくるんで、ちょっと練習しといてください。で、サビに入っていったらもう8ビートのチャで、結構疾走感満載でいくという感じなんですけど、サビの一番最後の決めみたいなところがあるんですよ。ちょっとイントロでもそうかな。はい。カッティング、ここでカッティングを使いますね。印象的な、でん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 。ここです。ダンダ、ダンダ、ダツダツダ。音を止める、カッティング。左手見て。はい。ここで止めていいんですよね。このチャも使って、このチャも使ったら、ここのカッティングとか合わせて、このフレーズ。ダンダ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 。カッティングができるとなおさらいいぞということでございます。はい。その決めを入れた後にこう、でん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 で伸ばしてから、あのおとなしいところでこのアルペジオ、せーん、ご、ふー、き、これ柔らかくアルペジオで演奏していきます。で、そのブリッジパートが終わった最後のところでまたあのフレーズ、あ、そうでとまたサビに戻ってくるということなんですね。で、こんな感じでやるんですけど、一番最後の、アーリー乾杯の連続のところは、これもカッティングですね。ちょっとやってみると、シンジック祝いでアーリー乾杯、あ、そうで、ダダ、ダダツッツ、ダツダツダツ、ダダツッツ、ダダツッツ、ダツダツダ。これはバッチリのカッティングです。左手でこうパッと弦を触れて一瞬にして止めるカッティング、こんな感じでやっていきたいと思います。この最後のねラストのところもねしっかりこうカッティングを決めようと思うと結構難しいんで、ちょっと難しい方ここずっと C の8ビートでのチャでもいいと思います。シンジキニワイでアンジャンジャン、このジャンジャンジャンアリカンパイくらいはいけると思うんですけど、その辺ちょっとあの調整してやってみてください、かっこいいバージョンとしてはダンダツツダンダツできるといいと思うんですけど、いずれできるように練習してみましょう。カッティングですからね。はい。そんな感じでこうざっと今最初から紹介したんですけど、今日の一番の、ポイントはやっぱイントロでしょう。イントロのメロディー、さっきもちょっと紹介しましたけど、これですよ、こんな感じ。このフレーズを弾いちゃいましょう。これはですね、タブ譜で見ていきます。はい、じゃあここ出しておきます。このタブ譜、読み方よくわかんねえなという方、あの概要欄のところにタブ譜の読み方の URL を貼っとくんです。ちょっとお勉強してみてください。こうメロディを弾くときにはこの、ね、タブ譜っていうのめちゃくちゃ役立つんでおすすめです。これよく見てもらうと、この一番上の一弦のところ、555755って書いてあります。ちょ、そこやってみると、せーの、555755。待って、ここなんとかわかる？タンタタンタタンタ。その次いきなり弦を飛んで、3弦の7フレットですよ。はい。これ一応ここ見て、5フレットと7フレットと10フレットに大体このマークついてるんで、5557、55の次、3弦の7だからいきなりここに飛びます。7。ちょっと最初からゆっくりやってみると、1弦の55755、3弦の7。その次、2弦の5。はい。弦をまたぎますね。もう一回そこまで。前半です、今のは。せーの、1弦の、555755、3弦の7、2弦の5。はい。ちょっと言葉なしで。せーの。はい。これが前半。で、後半いきます。後半はですね、2弦の8フレット。2弦の8フレットっていうのは、7フレットのここだから、ここだよね。はい。8、1弦の7、1弦の5、また2弦の7、最後2弦の8、8。はい、後半のとこからもう一回。2弦の8、1弦の7、5、2弦の7、2弦の8、8です。はい、こんな感じ。最初からゆっくりやってます。せーの。はい、ちょっとリズムが跳ねてる。リズムシャッフルだからこのフレーズも跳ねてます。こんな感じですね。これはもう何回もやって覚えるしかないぞということ。あと他にも1弦と2弦だけでもこのフレーズ弾けるんですけど、ちょっとそれやってみると、こっちでもいいかなと思うんですけど、ちょっとこっちの方が指がね、こう開くんで、こっちの方がいいから、これね、いろんな音があるんですよ、ウクレレって。だから、音探して、自分でどっちがいいかやってみてください。一応こっちのフレーズもここにちょっとタブー貼っときますね。もう一回やってみると。
はい、どちらでも3弦まで使うフレーズか、1弦と2弦だけのフレーズかということで、やってみてください。このフレーズが入るだけで結構かっこいいですよ。ちょっとイントロだけじゃあやってみようかな。せーのー、パッ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 ダンダッダダンダッダダッ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 、こんな感じですね。でこれ右手の弾き方なんですけど、これ特に決まりなくて、これ例えば親指1本でも弾けるんですよ。でもいいし、ガズの場合は1弦の時は人差し指で、3弦とかを親指で弾いたりします。ここ親指、はい、なんでちょっと全然決まりないんで、もう皆さんそれぞれで弾きやすい指で右手いいと思うんでね、チャレンジしてみてください。はい、それとね、やっぱりこの歌詞のね、このゆるい感じ、あの景色もう目に浮かびますよね。もうなんかこうみんなね、こうビール飲んでるわけ、暑いからなんかゆったりのんびりしてる感じがね出てね、なんかめでたい感じ、なんかちょっとね、あのそんなのも想像しながら、情景とともにやっぱり歌うというのがまたいいかなと、感情とともにやっぱり音楽するのが最高だと思います、ね、はい、これからの時期もってこいの曲、おじい自慢のオリオンビールガズレレレかっこいいバージョンやってみる。 1,2,1,2,3,4。あののんびりした感じ、特に A メロのダンデデ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 ン、なんとも言えないあのいいですね、リラックスした南国っぽい感じ、あのビールを飲んで南国で海見ながら乾杯、でもちょっとおしゃれじゃないっていうか、そこがねこのビギンヌさんの南国の沖縄っぽい感じがまたね独特の世界観、もう最高でございます。皆さん
ガズレルではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちは。かっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。で、このアプリ内は、いろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。Amazon とか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレルではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんと、ガズレレ楽しんでる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中、あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに写って水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。